人とも血圧高くて薬飲んでる二人なんですけども、本当にね、全然毎年痩せて帰りますわ言うて痩せたこと一つもないね来年には言うて、ほんまそうよ。あのね、今年で4回目4回目ね、5回目は思ったけどな。いや4回目だ、5回目いうことは一回ここ入院したんだなそんなことないなよくわかんないんだけど、まあ大阪からね、いつも毎年来させていただいて、いつも呼んでいただいてありがとうございます、ね、もうね本当です。皆さんもね、こうやって集まっていただいて、高砂西部病院、バザーもう素晴らしい病院、もう私らもね、こうやって、ねはい、見たら、またお母さん来てあるわっていうね、もう覚えさせていただいて、そうですよね、ねえ、ね、もう嬉しい、いやいや、ありがとうございます、ね、いつもなんかね、ほとんどの方いつも来てくれてはるね、え、ほんとに、ね、知らんけどほんまね、もうすいません、ね、もうね、まあでもね、一度は入院してみたいね、高砂西部病院え、あんまりいいことじゃないけど、なんでやねんサービス満点でな、うん、まあね、楽屋でね、入院部屋をね、借りてるんですけどもね、なかなかのこのいい感じですよね。何？お風呂とか。おーすごいね。ね、うちよりええというね。本当にね、そんなことなので、まあ80年代、70年代80年代ぐらいの、青春ソングということなので、まあ40代50代ぐらいの方がドンピシャになるかなと、ね、若い方はポカーンって感じになると思うんですけども、まあ夏メロで聞いたことあるっていうね、まあ、そんな感じになると思いますが、ね、皆さん多分若いから分かれへんと思います。そうです。もう知らんわっていうね。お笑いすぎ。そうそう。ね、本当に、ね。はい。さあ、やります。それでは、ね。忘れないあなたが残し
あーいきなりもう血圧上がる。はるだよこれね。あしんどいな。すいません入院患者一人出ました。ほんまに高血圧、高血圧、ほんまに、はあ、毎年ねここで血圧の話して、去年は下がったんですよ130代にね。今年150代になってもまたお肉食べすぎてね。ほんまにもうね、もう皆さんあのね、先ほどね、先生がおっしゃってたようにね、お肉なんか辛いもんとかね、そういうのは控えましょうと。全然説得力ない。健康祭やからね、健康祭ね、ほんまにね、はい、何私も一曲まだ歌わせてもらうんです。そうそう、やっぱり先ほどのあの曲、はい、アリスの冬の稲妻でね、真夏に歌うなっちゅう話だけどね。でもう一曲冬の曲をいこうかなと思って。まあ涼しい気持ちでね、聴いていただけたらね、これは誰が歌ってたんですか、これは。赤い風船です。ちゃうちゃう、紙風船。赤い鳥と混ざってた。赤い風船って。旅行会社か、ね、赤い鳥と、赤い風船旅行会社ね。赤い鳥っていうね、そうそうそう、バンドがあって、うん、それが歌ってもわかるんですよ。あ、そうなんですか。ハイファイセットと、紙風船。あ、知ってました。どっちも知らん。そんな世代でもないと。まだそんな世代より前やみたいな。まあまあまあね、はい、うん、はい、じゃあまた先ほどのカンカン娘が歌いますので。じゃあよろしくお願いしますね。
暑いな暑いな冬が来る前にやるのに暑いなねえ、皆さんこんな曲とかどうですか、ご存知ですか、ご存知ですか、ね、これ微妙になんか僕らにしたらちょっと上やね。そうだ ね、うん、まあでもいい歌やねこれね。あなたの番ですよこんなんで歌いまんねんこれそんな変なもん。いやなんかね、まだ夏やねん、またこれか秋の今度秋のことですねなかなか夏までけへんなこれまあいいわね、よっしゃ、ね、これはさだまさし作詞作曲ね、山口百恵さんが歌ってはりましたね。山口百恵さんが歌ってたのにまたこの分散苦しいおっさん歌うってどうなってんねん。あのね、歌なんですよ。いやでも分かってる、何のギター置いてんのよ。ちょっとお茶飲んでこもええ加減な男や、ほんまにもうもうね、そうじゃあ持ってきてや先生、お茶置いといたらいいね。この人ね、ギター持ってるでしょ。これギター持ってるんですけど、これ鳴らないんですよね、このギター。鳴らさないというかね、なんていうんですかね、これ聞こえてますよね心の綺麗な人には聞こえる心の綺麗な人には聞こえる、みんな聞こえとるわ。嘘位置にしてたボリューム10あるこれね、このギター、これ奈良編ギター言うてますけど、これええギターですね、これ松山千春なんか同じやつ持っててね、これね。あるね、その有名な松山千春ってアーティストが持ってはってね、当時100万ぐらいするんですね。もう今レートでね、だいたい40万ぐらいになったんですよねそれでも高いでしょね、それでも弾かへんっていうね、これどうなってんのっていう。いやいや、もう大人買いじゃないの30回払いぐらいでねそれ大人買いよ。そんなちゃうけどローンやな、ローンやな、ね、はい、じゃあ秋桜とはコスモスね、皆さん知ってはったら一緒にね歌ってくださいね。お嫁さんに行く前の歌ですわね。
しい元気でと何度も何度も繰り返す、ありがとうの言葉を噛みしめながら生きてみます。私なりに僕がね、そうだ、何やねんな、言いかけて。そうそうそう、あのね、今からね、ちょっとまたもっと懐かしい曲をね、やるんですけども、誰か歌う人いませんかねと言いたいんですけど、ねえ、会長さん。会長さん違うの？もう大先生ですよ、もう。大先生。どうですか？大森大先生歌いませんか？先生、今年もどうですか？どうですか？あのね、どっちでもいいですか？あの、君といつまでもどうですか？何やんの？あの、歌いませんか？あ、やった！もうね、ほんまに、はい、あ、そうですか、あ、これでいいです、はい、あ、マジでこれあるんですか？あのね、今日は出ないつもりやったけども、ちょっとあんまり、その言われたら出ないかん、ね、もう声がちょっと枯れてね、で皆さんの患者さんのおかげで風邪もらいましてね、ありがとうございます。もううちもね、おかげさんで、ね、なんつかね、もう今来あった人が ID が8万近い、8万人ぐらい来たわね、今まで13年間、今年の水には100万超えるでしょね、100万。ただそのぐらいで今病院が今どんどん上がってます。皆さんもこれから体に気をつけて、たまには体を壊して来てください。本当にこれで君はいつもあの、このリーダーの北君ね、ありがとう。何回も来てくれまして、高砂セーブのために頑張ってくれまして、自分が青春やと言ってますけども、我らもついに、あ、でもこれ何、これ誰あれやろ、だって何言ってるか分からない、それから誰だ、歌手、あ、加山君な、この間加山君78歳のコンサートしたんです。みんな聞いたりしてたでしょ、あの人78歳な。それで結局ね、昔14歳の頃に作曲してビートルズに来た、うん、ビートルズ酒飲んだと、それからあと最後に連れてってみんなで、あの、ヨットに乗った。で今、彼は78歳、彼言ってもらえるけど、もう波乱万丈、さっきもめな、君らと一緒で何億や、何億で頑張って今、また夢はヨットに乗って宇宙行く。まあこのぐらいうちの病院のモットーです。いつも病院に行ってましょ、夢と希望とロマン、皆さんもいつまでも愛してください、君をいつまでも、違う、どこや、簡単やね、ちょっと早いね、そう、早い誰や、間違うの誰よ、し、僕以外いない、はい、私。
幸せが来るだろう。君の瞳は星と輝き、恋するこの胸はこの音燃えている大空、染めてゆく夕日色あせて気をせろ。僕は成分取りとって一番幸せなんだ。いいだろ、結婚してもいいだろ。何見てるかこれ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。私らと付き合っていただけるなんてね、もうありがたい。ほんまにみんなで入院して。ほんまやな、ね、うん、ちょっと儲けてもらえない。入院費。何のこありがとう。何のこっちゃ、ほんま。お試合しなかった。そうや。いやいやいや、ね、もうすいません。いやー、まあでも大森先生のあの感じが、はい、もう、はい、病院のスタイルっていうのがよくわかりますよね。そうそうそう、もうなんか素晴らしい。ね、あの先生のやっぱり人柄がこの病院に出てます。本当ね。ね、うん、本当ね。本当。んでね、あの入院長の先生、むっちゃ若いですね。ね、まだ70ぐらいですか。73ですか。なんでやねん。いや、マジで30代ぐらいちゃいますもんね。そうでもないんですか。いや、ね、あ、じゃあ同い年ぐらいですかね。なかなかドンピシャな感じですか、音楽と音楽は。あ、40年、あ、同級生です。あのね、40年生まれなんですよ、僕もね。なんでこんなちゃうんやろね。身分がどこで道変わったらこないなんだろうね。ほっといて。はい、では、最後最後ですよ。お嫁。あ、そうか、こっちか。よっしゃ。ね、ちょっと段取り悪いな。ちょっと待ってね。並び替えの忘れてる。もうほんま目見えへんのですよ最近ね。見てもらわない。お前、あれ、じゃあ、最後の曲になりました、はい、どうもありがとうございました。今年も呼びたいて。最後は井上陽水の東へ西へという曲でお別れしたいと思います。参加防衛前。ちょっと待って、もうぐちゃぐちゃやね、もう。
ちょっと待ってや。先。始まってもうた。東西。ヒットをすれば夜中に眠れないのはどういうわけだ。ほっくり、ほっくり。また今年も会えたね。野々いちごの皆さんの演奏でした。どうもありがとうございました。ただですね、何かこのまま終わりというのも寂しい気がしますけど、皆さんどうでしょうか。いやいや、もう一曲何か最後聞きたいなと思いませんか。いや用意してるんですよ。用意してるんですか。してるんですか。もう言わずもがな、もうしてはりました。じゃあ最後にもう一曲、皆さんよろしいでしょうか。最後にもう一曲、選手の皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いやすいません、ほんまね、もうはあのアンコールのコールがないから、もうこれで終わりやな思ってたら、もう司会の方が、ね、やって、ありがとうございます。もうやりたかったんですいや、嘘ですけど、あのほんまね、ありがとうございますね。本当はあのまたね、ね、皆さんも健康には注意してもらってね
そうそうそう、ね、本当にいいお祭りですわ。もう私は大阪出身なんですけどね、大阪出身、おかしいけど大阪から来てるんですけど、こういうお祭りってね、大阪でもやりたいですわ本当に、ね、なかなかないですよね、病院でこうやるっていうのは、ね、大阪は複雑なのよね。何してんねんあんた。いや知らんけど。何も知らんがね。いやいや、やっぱこういうね、環境のいいとこでこう、さあ行きましょうか。はい、はい、これはい、それではまだあの香山雄三です、ね、香山雄三いますね、ね皆さんご一緒に。もしもこの船で君の幸せ見つけたら、月もなく寂しい暗い夜も僕に歌う君の微笑み、船が見えたなら濡れた体で駆けてこい、どうもありがとうございました。また来年もよろしくお願いします、ね、僕にまた抱っこしてね。また抱っこして、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。もっと皆さん大きな拍手お願いします。ありがとうございました。